ちら SK696C ボディープロテクションインナーベストというタイプのものですね。 C ってついてるのは背中のバックプロテクターが C 規格を取ったものになります。レベル1ですね。胸のハードの胸部プロテクターとバックプロテクター C のバックプロテクターを兼ね備えたベストタイプですね。ピシッとしたフィッティングになりますので、インナーとして使っていただけるボディーベストになります。女性用も用意しております。はい、こちら女性用ですね。胸部のプロテクターと背中の C プロテクターですね、バックプロテクターを装備したものになります。かなりプロテクション効果の高い人気の商品となっておりますね。こちら見ていただけるようにですね、 3D のクッションパッドを肩口とかですね、脇腹につけてます。背中の方もついてますね。これがですね、ハードプロテクターで保護できないところを、まあ、このクッション、まあ、メッシュなんですけど、かなり弾性のあるですねクッションになってますので、衝撃吸収効果が多少ありますので、これをなるべく多い箇所につけていますね。こちら脇腹ですね。肩のところとかはよくそのヘルメットが振られて、ヘルメットを干渉することで鎖骨を骨折したりとかですね、あまりにその強い衝撃だとヘルメットが首が触れちゃってですね、それによって二次被害が起きるということで、まあ、そういうのもなるべく緩和させようという工夫がされたパッドの配置になってますよね。背中は体の動きに追従するので前傾姿勢をとってもここにフォローしてくれる。胸部プロテクターは一般の成人男性の胸の形を沿っていますので、かなり胸部のフィッティングがいいものになりますよね。すごくしっかりした胸部プロテクターがついています。高効果の高い人気のプロテクションベストですね。で、前開きなのでつけやすいですよね。オフセットした1枚もののやつも出してるんですが、やっぱりどうしてもですね、このセンターで分割したものが人気があります。こちらはツイッターで認知が広がった 4D ラベルになります。これにスマホで接写してもらえると OK と出ると。はい、このようなですね、機能を持った商品になりますので、一度お試しいただけるとありがたいと思います。はい、ご清聴いただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。女性サイズもあります。お願いします。